はい、こんにちは、高井です。今日はレタッチのテクニックについて、あの写真の雨どういう風に編集してるんですか、あの縦にシャーッとラインが入ってるやつあれどうやってるんですかって最近何人かの人に質問をいただいたので、今回それを動画にしておきます。まあ、結論から言うとフォトショップで簡単にできます。例えばこの写真、これをこうします。はい、こういう写真たまに SNS で見ますよね。これは とても簡単な作業でできます。やり方を見ていきましょう。まずオリジナル画像をコピーしておきます。コントロール J、 そしてフィルターのぼかしの中のぼかし移動っていうのをクリックしてください。するとぼかしの角度と距離を設定する画面になります。ここでは角度は90度、距離はまあ350ぐらいに設定しておきます。 OK を押します。はい、これで画像に移動ぼかし、モーションブラーが入り、縦に引き伸ばしたような効果が得られました。ただこれだと全部にぼかしが入った状態でちょっと何が何か全くわからないので、中央の部分、ここの部分ですね、ここの部分をオリジナルに戻しておきます。今作ったぼかしが入ったレイヤー、ぼかし用のレイヤーを選択し、レイヤーマスクのアイコンをクリックします。レイヤーマスクを作り、ここのぼかしを、入れたくない部分をブラシで塗っておきます。ブラシの色は黒です。流量は 35% ぐらいでにしておきます。こういうふうにポンポンポンとブラシを当ててやるとモーションブラーが消えてオリジナル画像が見えてきます。はい、そしてここの街灯の部分ですね、ここもちょっとモーションブラが入っているとちょっと違和感があるので、ここもブラシでなぞってオリジナルに戻しておきます。こんな感じでいいでしょう。左右のビルの部分だけモーションブラー、縦にシャーッと引き伸ばしたような絵になりました。雨のシーンなのでこの左右の部分が、まあ、雨のように見えるっていうとちょっと大げさかもしれませんが、雨の雰囲気にマッチしているかなと思います。ちょっと全体の明るさを調整しておきます。レイヤーの新規調整レイヤートーンカーブを選択します。そしてシャドウの部分を少しだけ引き上げておきます。最後にこの辺にちょっと光を足しておきます。新規レイヤーをクリック、そしてここでブラシを選択し、流量は先ほどと同じ 35% ぐらい、大きさをこれぐらいに設定して、こんな風にブラシで光を足しておきます。ちょうどこう上から光が降ってくるような効果になりました。拡大してパッとそのディテールがちょっとおかしなところがないかを確認します。いいでしょう。はい、これで完成となります。
こういう写真編集は、まあ、ちょっと信念に反するという人もいるかと思いますが、僕はこういうやり方もどんどん取り入れていくタイプの人間です。ただ今回紹介したモーションブラーは作業が簡単というせいもあってか、かなり世の中に出回っている手法ということに注意してください。少しずつ陳腐化しているのも確かです。それでも使い方次第でまだまだ有効な方法だと思っています。今回の編集ではフォトショップを使いました。フォトショップはライトルーム込みで毎月1000円ちょいで利用できます。 Adobe のフォトプラン、ライトルームとフォトショップに20ギガのストレージがついて1078円です。まあ、実はこれ3月に値上げされる予定ですけど、まあ、それでもまだまだ1000円ちょいで利用できるのでお得かなと思います。実はこのお得なプランは Adobe の公式サイトで少し見つけづらくなってます。まず公式ページのプラン一覧へ行ってください。この中には Lightroom と Photoshop で2000円するプランしか見当たりません。でも左サイドにカテゴリーメニューから写真をクリックしてみてください。そうすることで1000円のフォトプランが出てきました。ライトルーム単体で使うのと値段が変わらないので、これがお買い得かと思います。フォトショップを使ってみたいと思っている人はこのプランで始めてみるのがおすすめです。最後なんかアドビのセールス見たくなってしまいましたが、本題は前半に話した写真編集の話。僕のようにアート寄りの写真、表現を見せる写真であれば、どんどん新しいテクニックに挑戦してみるのもいいのではないかと考えています。それではまた。